手書きのレポートを PDF ファイル化する方法について説明していきます。今回はマイクロソフトレンズを使った方法です。まず、マイクロソフトレンズを Google Play Store からダウンロードしてください。インストールができたら、マイクロソフトレンズのアイコンをタップして起動してください。はい。今回はこのように2枚の紙をスキャンして PDF ファイルにしていきたいと思います。まずは1枚目を撮影していきます。このように枠線がですね、きちんと紙を覆うかどうかを見て、できる限り良い条件、明るさなどのところで撮影をしてみて、必要に応じて境界線などを調整します。今回はそうですね。大丈夫そうですね。右下の確認ボタンを押します。この原稿は白色の紙に黒色のペンで書いていますので、フルカラーはいらないという場合が多いと思います。そういった場合ですね、白と黒さえあればよいという場合は、下のフィルターのボタンを押してください。ドキュメントとか、白黒とかがあります。今回は、そうですね、ドキュメントと白黒、どちらでも良さそうな気もしますが、白黒の方が、より強調してくれているようですね。では白黒でフィルターを適用しておきましょう。はい、2枚目も撮影したいので一旦左上の戻るボタンを押します。次は2枚目です。うまく枠線を合わせて必要に応じてピントを合わせて、はい、境界線はきちんと取りたかった紙にフィットしているでしょうか。必要に応じて調整をします。よければ右下の確認ボタンを押します。もし撮影した順番と作成する PDF のページの順番を入れ替えたい場合、順番を入れ替えたい場合ですね。その時は左下の写真のアイコンをタップしてください。はい。このように現在ですね、順番が1、2と画面上の方に入れていますが、これをですね、必要に応じて1、2と入れ替えてしまえば順番が入れ替わります。今回は標準でいいので、このように指定しておきます。左上の戻るボタンで戻ります。はい。この2枚で良ければ、右下の、不等号の記号のようなもののオレンジのボタンですね。赤、オレンジのボタンをタップします。2枚目にフィルターが適用されていませんでした。下のフィルターボタンを押します。白黒が良いですかね。白黒を押します。1枚目、2枚目。フィルター適用など、これで良いと
いうことであれば、右下の完了ボタンを押します。さあ、ギャラリーと PDF となっていますが、今回はギャラリーのチェックを外して PDF だけにしておきたいと思います。保存ボタンを押します。はい、これでファイルの保存ができました。PDF ファイルの表示は Adobe Acrobat で開くというので表示をしてみましょう。はい、意図した順番でページが構成されています。はい、指数や添え字などもうまく認識されているようです。きちんと読めますね。はい。それでは指数、分数などどうでしょうか。分数や括弧などもきちんとスキャンできているようです。ここまでの手順は Microsoft ID を使わずに行うことができます。もし Microsoft ID をお持ちであれば、サインインして PDF ファイルを OneDrive に保存するなどのことが可能になります。手書きのレポートを PDF ファイル化する方法についての説明は以上になります。